こんにちは、潜伏屋宗助スタッフ鈴木です。今回は潜伏屋の四部紐をご紹介いたします。潜伏屋の四部紐、こちらおすすめポイントが3点ございます。まず1つ目、このように帯留めが通せること、そして、普通の帯締めとして使える長さがあること、3点目が中間色で合わせやすいという点です。では、まず1点目、帯留めが通せるという点なんですけれども、一般的な帯締めといいますと、このようなより房ですとか切り房、房がついているものが多いんですけれども、これですと帯留めが通せません。まあ、同じような太さのものを今出してみたんですけれども、これはもう本当に前で結び目を作って使うタイプのものになります。ですけれども、こちらの潜伏屋の四部紐は先がミシン房となっておりますので、ここから帯留めを通して使うことができます。三部紐よりもやっぱり少し幅が広いですので、帯留めのこのブリッジが広めのものでないと、しっかり入らないということはあるんですけれども、その分通してしまえばこう安定感もありますので、非常に、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。2点目は、この四部紐、通常と同じだけの、長さがあるという点があります。潜伏屋の三部紐は長さがだいたい125センチちょっとぐらい長さがあるんですけれども、こちらの四部紐は通常の帯締めとだいたい同じくらいの長さですね。だいたい155センチちょっと長さがありますので、通常の帯締めとして前で結んでいただくこともできます。ですので、こう帯留めを通して使ってみたり、まあ結んで使ってみたり、まあ2ウェイで使えるという特徴がございます。しかもこちらのタイプは両面使えるので、さらに用途がさらに幅広くコーディネートしていただけると思います。最後3点目、中間色で合わせやすいという点があります。これは潜伏屋の小物の多くはそうなんですけれども、こちらの帯締めも中間色を使用していますので、割とどんな色とも合わせやすい、コーディネートのしやすい帯締めに仕上がっております。今回は潜伏屋の四部紐をご紹介いたしました。いろいろとコーディネートに使えると思いますので、ぜひ潜伏屋のホームページの方もご覧になってください。動画を見て良かったと思われたら、ぜひ高評価ボタンの方をお願いいたします。またコメント欄への書き込みもとても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。